Excel の関数計算について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。例えばですけれども、画面見て左側の交通費の合計ですとか、右側のスコアの記録、また平均を出すときに、Excel で計算をしなければならないときがあると思います。今回はこの合計値と平均値を主に取り上げて説明していきたいと思います。まず簡単にですね、従来のやり方といいましたか、手入力の、計算の仕方をお教えいたします。セルの中での計算は、イコールから始まって計算を入力していきますので、イコールから、それぞれの数字を足していきます。こちらで言えば320+540+130+520+320をひたすら足していきます。で、こういった形で、ちょっと、早くなってしまいましたが、Enter を押しましたら、もう、こちらですね、これらの数字の合計がこちらのセルに入力されます。はい。で、次に、同じ要領で平均値を出していきます。小学生ですとか中学生で習ったような、計算方法と同じですので、平均値を出す際はその合計値を個数で割るということですので、実際に計算をしていきます。で、こちらを括弧でくくりまして、割る5で、この数式が完成して Enter を押しましたら、これらの数字の平均が出てきます。はい。手入力のやり方はこのような形となります。ただ、もっと数字が長くなってしまうと、複雑ということもありまして難しいですので、こちらを簡単に入力できる方法を、今から説明いたします。コマンドは1つのコマンドを使って入力していきます。で、そのコマンドというのが、上の画面の数式というタブで、オートサムというコマンドになります。こちらをクリックすると、合計、平均、数値の個数、最大値、最小値、その他の関数とありますけれども、今回使うのはこちらの合計と平均というコマンドになります。では、早速使っていきます。まず、セルをクリックします。実際に計算結果を出力したいセルをクリックして選択します。で、この状態でオートサムの合計をクリックします。すると、はい、関数が入力されました。イコールサム、括弧、F7 から、F15 括弧閉じという形で範囲が選択されています。この SUM というのが合計値という意味を表してますので、これは覚えておいてください。ちなみにこちらは手入力でも入力することができます。はい。で、この状態でもう範囲、この F7 から F15 の範囲の合計ということが入力されてますので、これは合ってますので、そのままエンターを押しますと、先ほどと同じように1830ですね。はい、この数字、合計値が入力されました。はい、それと同じような要領で入力していきます。出力したいセルを選択しまして、オートサムの今度は平均ですね。平均をクリックすると、はい、今度はイコールアベレージで、この範囲ですね。アベレージは、習ったことあると思うんですけども、平均という意味ですので、はい、こういった文字入力になります。はい。で、範囲もしっかりと指定してありますので、もうそのままエンターを押しますと、はい、この部分の、この選択範囲での平均値が出力されます。はい。以上が関数計算、合計値と平均値の、コマンドの入力の仕方となります。はい。
えば、この部分にでは、交通費の合計とスコア平均の合計ですとか、割った数ですとか、そういったことで出力をしたいという部分になってしまった場合にどうすればいいのかというお話になります。で、これはちょっと、転入力ではなかなか難しいですけれども、できなくはなりますありませんので、ちょっと、頭の片隅に置くというイメージで、聞いていただければと思います。実際にでは、例えば交通費の合計とスコア平均の合計、この数字を足し合わせる場合ですね。実際にやっていきます。はい、このようになります。今行った操作はもう簡単です。実際に数字を入力するのではなくて、足し合わせたいセルとセルをクリックです。選択をすると、それぞれ入力がされます。例えばここからさらにこの数字を入力したい場合はクリックすると、こういった形でこの部分のセルの番号が入力されますので、でエンターを押すと足されますという形になります。こちらの操作はちょっと難しいですので、もし使うことがありましたら思い出していただければ幸いです。はい、以上ありがとうございました。